イタリアの高速鉄道路線を計画し建設、管理する1991年に設立された高速鉄道会社である。在来線との接続線の建設や改良も実施している。フェッロビエデッロスタートの100%出資の子会社となっている。これらが計画し運営する路線の中でもペンドリーノが走行し、欧州発の高速新線であるディレッティ島がよく、 知られている。ディレッティシマとはイタリア語で直通、直行を意味する。列車の運行はトレニタリアが独占していたが2012年4月よりヌオーボトラスポルトビアジャ通りが参入した。タブが建設する路線はイタリア各地で輸送量が飽和状態の既存路線に沿って高速新線を建設し混雑を緩和することを目的としている。 プロジェクトの焦点の一つには、イタリアの既存の鉄道網を、欧州の標準鉄道に基づいた、よりモダンで、ハイテクなシステムに変えることでもある。第2の目的は高速鉄道を国と重要度の高い、幹線に導入することである。路線の重要度を考慮しながら、所要時間、列車の運行頻度、安全性などが改良される。 優等列車がタブの建設した新線に移行した際は、空いた線路容量を活かし既存の在来線は主に低速のローカル列車や貨物列車の増発にも利用される。イタリアの高速鉄道路線は、ドイツの高速鉄道路線と考え方が似ており、客下両用で複合輸送ができる、要高速軽量貨物列車の運行が考慮されている。 タブは、イタリア国内にとどまらず、欧州各国の高速新線のネットワークと接続し、フランスの TGV、ドイツのアイス、スペインのアベニューなどと統合した、欧州の高速鉄道路線のネットワークを目指している。イタリアで優位に立っている、輸送手段は高速道路網を利用した自動車である。旅客輸送や貨物輸送で、自動車やトラックを利用する方法は高い割合である。 高度に進んだ高速新線を導入する理由には他の輸送機関との競争感覚を促すことや西ヨーロッパ諸国の中で遅れをとっている活用されなくなった鉄道基盤を改良することにあった。イタリアの鉄道路線を高規格幹線に変えることは輸送の選択肢を増やすことになる。高速列車によって車では到達できない速度で イタリア各地を結ぶ競争力の高い輸送機関となっている。フェッロビーデルのスタートとイタリア交通省は共同で全国高速鉄道計画を策定し、今後高速鉄道を合計路線延長1 2 5 0トル整備する計画である。現在約4 0 0トルにおいて建設工事が行われている。出展。 デトラジェッツプラスリピーズタブ路線モーディレッティ島を走行するイットル500将来の需要。トレミタリアによれば高速鉄道の旅客は2桁の成長率で増加しており、2010年には3000万人になると予想している。トリノミラノナポリカンは2010年には年間16万5000人、2015年には年間19万人増加すると予測している。 新型車両導入による時間短縮2015年6月14日より新型車両イットル1000をミラノ、ローマ間で本格運用する。最高営業速度は従来型の1トル500の時速 300km から時速 360km に引き上げられ、同区間の所要時間は2時間20分に短縮される。現在、建設中の路線は順次開業の予定。 ディレッティシマを構成する路線であるが工事が大幅に遅れている区間である。トリノ・ミラノ・ローマ・ナポリ間の延長8 8 8トルの高速鉄道走行費は予備費など、付帯的なものを含めると300億ユーロで、現在までに180億ユーロが支出されている。完成までにはさらに追加で127億ユーロの支出が必要である。 イタリアの高速新線のキロあたりの建設費は0.25から0.59億ユーロである。これに対して、LGV 東ヨーロッパ線、パリ・メス間の場合、300km の建設費が32億ユーロで、キロあたりの建設費は0.11億ユーロとなっていて、イタリアの高速新線の建設費の高さが見て取れる。建設費が高騰する要因としては、 百科療養であることから、急勾配が制限されたり、橋量が多くなったりすることや、日本の新幹線と同じように、環境問題上トンネル区間が多くなること、古代の遺跡発掘調査の関係によって後期が伸びる、ことが挙げられている。全線開業時のタブの予定路線も2015年6月14日より、導入 Wikipedia イタリアフレキ r e e コリエーレ・デラセラ電子版2015年4月27日配信ミラノボローニャ高速鉄道新線が開通太陽の道と並走2008年12月15日レスポンスハットウィキペディアイタリアフレキーラッサ線、コリエーレ・デラセラ電子版2015年4月27日配信ありがとうございます